皆さんどうもこんにちは、ジーヤマです。ジーヤマのマインクラフト2024、本日もやっていきたいと思います。さあ、今回ね、やっていきたいことなんですが、新しいね、アップデートで登場いたしました、バンドルを実際にね、使ってみて、整理整頓ね、していきたいと思います。ということで、本日もやっていきましょう。ジーヤマのマインクラフト2024。さあ、ということでね、今回はバージョン 1.21.40 からね、登場しましたバンドルを実際に作って、いろいろね、荷物整理してみたいなと思います。さっきからなんかうるせえな。あ、ドラウンドがおるんか。お前か、原因。バカがよ。行商人がめちゃくちゃ困っとるやん。大丈夫か？てか、ラマいなくなってんな。お、桃色のチューリップやって。これちょっと欲しいな。オッケー、ちょっとエメラルドね、持ってきたんで、桃色のチューリップ、ちょっと攻撃していきましょう。あ、ついでにこのサボテンももらっていこうかな。あー、いいね。せっかくやから、この桃色の染料ももらっとくか。おい、新しいレシピ、アンロック。さあ、そして、こちらね、クラフトを見ていきましょう。で、これで、確かね、新しいやつね、こちら、バンドル。皮と糸を使ってバンドルが作れるということで、さらにこっちはピンクのバンドル。これもだから染料で色を変えれるってことだよね。まあ、とりあえず一旦こっちのこの皮と糸を使ってバンドル作りね、やっていきたいと思います。ということで、まずは皮、どんぐらいある？皮、あ、あるね。64と7。まあ、71個皮があるから、まあ、十分足りるやろ。そして、糸を、ゴーレムトラップのね、ところから、持っていきましょうか。OK。でも、一旦ワンスタック持っていっとくか。ではね、実際にこちらのバンドルね、一個作ってみたいと思います。せーの。ういー。ということで、バンドルが完成しました。で、これで、どうやるんやろ。あ、バンドル。混在したアイテムのスタックを、保存できます。から。これをどないしたの？これをこう入れたら、あ、入った。中に入ったな。え？容量があるんか。あー、なるほど。だから、こう、1個入れて、1個入れて、1個入れて、合計1スタック分は入れれるんや。で、確か、バンドルをもう1個作りますね。OK。で、バンドルの中にバンドルも入れれるみたいな。やってたよな。あ、入った。バンドルの中にバンドル入りましたね。じゃあこれで合計8個入るみたいな感じだったけど、バンドルの中にバンドル入れてみよう。これもスタックするんか。ああ、結構でもなんか使い勝手悪いな。なんか出したいアイテムをすぐ出せるって感じしないな。選んで出せるんじゃなくて、入れた手前から順番に出していかなかみたいな感じか。なるほどね。で、容量としては1スタック入れたらもうパンパンになるみたいな。だから例えば、物の整理で言うと、例えばこのエンダーチェストね、この中に入れてるこの装備類、この辺を一回ここにまとめとくっていうのも、あれ？ちょっと待って。これでもフルな。うわ。フルや。思ってたんと違う。うわ。スライムブロックとかやったら全然あれやけど。え、縦は？フルや。スタックしないやつはもう一個しか入れられへんのか。うわー、ちょっと思ってたんと違うわ。一個しか入れられへん。あくまで種類が入れられるだけや。え、思ったより、うわー、思ってたんとマジで違う。え、じゃあ、例えば、今度は、これね、今、安心のポーション。これスタックしないやつがいっぱい入ってて、これをこの中に入れたら、これも一本なんや。マジ？じゃ、ガラス瓶やったらスタックするやつやから、逆に全部入るってことやな。ワンスタックまでやったら。なるほどね。うわぁ、これでバンドルの中にポーションをね、8本ぐらいバーンって一袋に入れて、それをこうやっていけば、めっちゃ収納できるかなと思ったんやけど、無理なんや。うわー、全然思ってたんと違うかった。
やっぱ実際に使ってみんとわからんもんやな。まあでも確かによくよく考えたら、リアルで考えたら、でっかいブーツとかヘルメットとかね、こんな袋に入れたら1個でいっぱいになるん当たり前っちゃ当たり前やもんな。うん。まあそれで言うと、このスライムブロックとかもスタックできるからたくさん入るだけで、これでもエンダーチェストとかも入るん？入るわ。エンダーチェストは1個なのこれ。じゃあ逆にこれシュルカーボックスをいっぱい持ってこの中に入れたら入る？そもそも。あ、入らへん。シュルカーボックスは入れられへんのよ、バンドルの中に。エンダーチェストは入るけど、シュルカーボックスは入らない。じゃあ今度チェスト入れてみる？チェスト入れたところで、チェストは普通に入るな。いや、収納をまとめれると思ったけど、無理か。いや、最高の収納マジックできるかなと思ったけど、ちょっと思ってるよりやな、マジで。ちょっとがっかり。自分の理想と違った。わぁ、一本で一本か、これ。まあでもこれ使えるとしたら、例えばこれをプレゼントしようとか、いう時にこれを袋に入れて、これごと友達とかにね、渡すっていう。で、袋を開けてのお楽しみみたいな。そういう楽しみ方はできそうやけど。この袋の容量があるっていうのはちょっと予定外やったな。G山のマインクラフト2024。はい、ということで、今回ね、一旦この辺で終わりにしようかなと思います。まあ、正直ね、ちょっと予想外のことというか、実際にやっぱね、使ってみないとわかんないなっていうのを改めて思ったのと、まあ、今個人的にはね、こういう使い方したかったけど、できんかったっていうことはあったんですけど、皆さんもね、こういう使い方したらもっといい感じにバンドル使えますよとかいうの、知恵とかをね、あれば、ぜひね、コメントで教えていただけるとありがたいなと思っております。ね、せっかくアップデートで入ったバンドルやけど、使われないと意味もね、なくなってくると思うんで、ぜひぜひ、皆さんのバンドルの使い方、教えていただければなと思います。ということで、今度が良かったよとか、参考になりましたとか、バンドルってそういう感じなんだとかね、思っていただけた方はぜひチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。